帯広からおよそ80キロ、十勝の広尾町です。今、帯広からこの広尾のバス停に十勝バスの路線バスがやってきました。平日は午前8時台、3本の便が走っているんですが、利用者はほとんどいないのが現状です。人口およそ6000人の広尾町内では、JR 帯広駅行きと日高の様似町を結ぶ主に2つのバス路線があります。これまでは札幌とを結ぶ都市間バスが1日1往復走っていましたが、今月から当面の間運休になりました。理由は運転手不足。運行を担当していた JR 北海道バスの様似町の営業所で4ヶ月間で4人が退職しました。1日あたりの乗車人数はおよそ13人。バス会社では札幌圏から応援の運転手を出していたが追いつかなかったと話しています。何回か利用してるんだけども、電車っていうか汽車がないのでね、利用はしてるんだけど、札幌に行きたいなっていう時にはなくなるっていうことは大変不便を感じてる。車はね、ちょっと交通雪があると不便で危ないので、やはりバスを利用したら安全かなと思います。札幌とを結ぶ都市間バスの所要時間は片道およそ4時間半。しかし今月から札幌に出るためには帯広に出て特急列車などに乗り換える必要があります。乗り換え時間を除いても所要時間は5時間以上、運賃も倍近くかかります。国鉄広尾線の廃止以降、広尾町内の交通手段は列車からバス、そして車へと変わっていきました。中心都市と直接こう結ばさってるっていうところはですね、まちづくりとしても一つの優位性のあることだったもんですから、残念かなというふうに思ってまして、一日も早く復活してほしいなというふうに思います。町では札幌直行バスに代わる新たな交通手段を見出せていないのが現状です。帯広広尾間の路線バスを運行している十勝バスです。このバス会社でも運転手不足が問題となっています。やはり2020年からにつきましては、採用の方もですね、ストップしていた部分もありましたので、退職者というのが相当数出まして、そこでなかなか追いつかないという、新入社員が追いつかないという状況が続いてますね。この会社にいる運転手は現在およそ120人、5年前と比べて20人減りました。そのため今年に入り5つの路線を廃止、およそ50便を減らしました。そして積極的に行っている一つが若手運転手の採用です。最年少運転手の福原龍馬さん、24歳、入社5年目です。高校生の時に毎日バス通学してたので、で毎日バスの運転手のことを見ていたら、運転手かっこいいなと思って、その道に消えました。社内では数少ない20代の運転手です。同年代は20代2人しかいないので、同年代がいればもっと楽しく仕事ができます。運転手の平均年齢はおよそ56歳。会社は積極的な採用を続けていますが、今も8人ほど運転手が足りていないといいます。3年前からハンドルを握るようになった福原さん、主に担当しているのが帯広市内を走る路線です。帯広市内は比較的道幅が広く走りやすい路線が多いものの、多くの客を乗せるため緊張が続くといいます。
最近では帯広と札幌を結ぶ都市間バスの運転も始めた福原さん。しかし日によっては午前6時半に出社し、休憩を取りながら午後9時まで勤務することもあるといいます。辛いこともありますし、楽しいことも両方あるんですけども、やっぱりお客様から降りるとき、ありがとうございましたなど、そういう言葉、感謝の言葉などが一番嬉しいので、それがやりがいに感じてます。地方のバス会社で深刻化する運転手不足。沿岸バスでは今月から都市間バスの運賃をおよそ 15% 値上げに。また釧路バスでは10月からおよそ40便を減らすなど、路線の見直しが相次いでいます。人口6500人の夕張市です。主な公共交通機関は市内を1日10往復する路線バス、夕鉄バスが運行を担っています。しかし夕鉄バスも10月から札幌への直行バスなど3路線を廃止しました。利用者の減少と慢性的な運転手不足が理由です。今札幌に行くためには1日3往復の北海道中央バス、高速夕張号や JR 新夕張駅までバスで移動した後、特急列車などに乗り換える必要があります。やっぱり車がないとどうしてもバスを利用するしかないので、バスがないっていうことはすごい大変ですよね。使ってるバスです。普段は社内で事務を担当している塚本聡さんです。しかし運転手が足りない場合はハンドルを握ることもあるといいます。早番遅番を一人でも投資でやったりとか、本来事務職員であるものが、運転免許を持っているので、それで運転業務に当たるというような形で、場をしのいるという形が現状です。10年前52人いた運転手は現在27人、路線を維持するためには14人が足りていない状況です。私どもはほとんど学校関係のお仕事をいただいているというのが現状なんで、例えば修学旅行だとか遠足、冬になりましたらスキー学習だとかのお仕事が入ってくるっていうのがあります。その対応でまた運転手が必要になってしまうのが現状です。そこで夕張市は路線バスの代わりとして主に山間部で新たな交通体系、デマンド交通の運行をスタートしました。利用者の予約に応じて運行します。さらに10月からは夕張市と近隣の町を結ぶデマンド交通の実証実験も始まりました。デマンド交通はタクシー会社に運行を委託、病院などがある栗山町や長沼町まで1日4往復します。片道の料金は1人600円で利用できます。札幌行くよりはありがたいです。夕張には簡単がないもんですから、簡単にそこまで降りてきてます。私たち年寄りはなくてはならない存在だと思ってます。さらにデマンド交通を利用すると栗山町や長沼町でバスに乗り換えて札幌に向かうことも可能になるといいます。公共交通のコンパクト化、これが重要であると考えておりまして、例えば利用者数に合わせた車両での運行だったりとか、運行ダイヤの見直しだったりとか、少しでも効率的な運行となるよう検討していかなければならないなと考えております。運転手不足で廃止や減便が相次ぐ地方のバス路線、新たな交通手段をいかに生み出すのか模索が続いています。